薬売りさんですよね。なんだかいつもと雰囲気が違うような。え？ああ、そういうことか。はじめまして、私はレイゼンというものです。薬売りの方とは別人ですよ。え？でも薬売りさんもレイゼンって言ってましたよ。一体どっちが本物なんですか？え？そのどちらかといえば私が本物かな。へえ、そうなんだ。じゃあ里のみんなには薬を売っている方が偽物だって伝えておくね。地上にも自動ドアやエアコンがあったんですね。これはこれは月からのお客様。月の技術に勝るとも劣らない私たちの工房へようこそ。技術提供や転職を考えているなら大歓迎。失礼な、私は技術提供も転職もいたしません。あまり調子に乗らないでくださいね。確かになかなかの技術力ですけど、月の技術力と比べたらまたに月とすっぽん、天と地ほどの差があるんですから。冷やかしに来ただけなら帰ってもらえますか。商品を買う気も売りする気もないなんさ。とっとと失せなよ、キムーンラビット。ちなびたキュウリのブブ漬けでもいかがどす。なんだかすごく柄が悪いし。ああ、仲良くなれたら教えてあげようと思っていろいろと資料を用意しておいたんだけどな。月から送電されるマイクロ波の受信方法やそれを有効に活用するためのノウハウなんかをまとめておいたんだけど、全部無駄になっちゃったか。どうぞゆっくりしていってください。やだな、冗談に決まってるじゃん。レイゼンちゃんを悪く言うやつなんているわけないでしょ。キュウリの奈良漬け食べる。奈良漬け食べたって言えば捕まらないよ。嘘ですよーだ。面白い。うわ、ひどい。うっきー、なんだよこいつ。お前の生態データを記録したからな、覚えてろよ。いいですよ、いつでもかかってきてください。私のルナナイトキャノンで返り討ちにしてあげます。止めるの。消さないの？
月では見たことがない動物が生息しています。月の仲間にも教えてあげよう。あ、聞こえる？実は今面白い動物が。へえ、フルダヌキって言うんだ。え、怪獣なの？家畜や養殖魚に被害をもたらすって結構凶暴なんですね。見た目だけならとっても愛くるしいんだけどな。月の科学力でおとなしくさせれば肺がん動物としてヒットする気がします。ん？あ、今話していた害獣ってもしかしてわしのことだったのか。うわ、すごい喋った。レイさん、このタヌキって動物を一匹ください。店員はわしじゃ。よってお前に売るものなど何もない。さっさと失せるがいい。ごめんなさい。誰かと思えば地上に逃げ出した弱虫ウサギじゃないですか。そんな態度のお客に売るお薬なんてありません。地上の医学で作った薬なんてたかが知れてますよーだ。うちの師匠を知らないんですか。そうだった、あなたの師匠はあの矢心ダブレックス様。そうよ、あの矢心ダブレックス様よ。矢心ダブレックス様の名前を出されたらもう何も言えないわ。当然です、矢心ダブレックス様の作ったお薬は宇宙一なんですから。矢心ダブル X。 今日の薬はこれです。
地上にしては立派なお宿ですね。なんだそのちょっと引っかかる言い方は。あ、憂いがあったならすみません。私は月の都からやってきたレイゼンというものです。上白沢ケーネだ。わからないことがあったら何でも聞いてくれ。それでは早速ですが、一つ質問があります。なんだ。空腹はおはぎを食べれば満たされますし、体力や状態異常も時間が経てば回復します。こんなに宿泊費が高い宿屋に存在価値なんてあるんですか。物事の側面しか見ていない。実に愚かな質問だな。温かな食事、ふかふかの布団、体を癒す温泉、その他もろもろの手厚いサービス、これらはすべて心のケアを目的としたものなのだよ。つまり？この施設を利用することで明日も頑張れそうな気がしてくるということだな。なるほど、気持ちの問題だったのですね。恐れ入りました。私は戦闘のプロです。背中は任せてください。地上は汚れてるって聞いていたけど。この場所は汚れてるってレベルじゃないですよ。それはそうでしょう。私は役人で、ここは役を引き受ける場所だもの。あるいは地上に存在する全ての役がここに集まっているのかもしれないわね。五寸国、ひな人形、呪符、他にも。聞いてるだけで月に帰れなくなりそうです。お願いだからやめて。聞いたこともない食べ物がいっぱいあります。あの、そんなに変わったものは置いてないと思うのですが。私の故郷だと水菓子はそのまま食べるのが主流なんです。ですから加工されている水菓子というものはとっても珍しいんですよ。そういうことなら特別に試食をさせてあげよう。いいですか？それじゃあいただきます。おいしい。サクサクと歯触りのいい生地に絹のように滑らかなクリームがたっぷりとサンドされていて、口の中に入れた瞬間、上品な甘みが口の中いっぱいに広がっていきます。
スイーツは今まで食べたことがありません。少しでも美味しくなるよう愛情を込めて作っていますから。しかし何より驚いたのはこの見た目です。地上では食べ物にこのような美しい細工をするのですね。食べ物にも美しさを求めるなんてなんだか不思議な感じがします。これはある意味破壊と創造を合わせ持った芸術品と言えるのかもしれませんね。いいこと言うね。気に入った。そうだ、これも食べてみない？はい、いただきます。みのり子はこの子のことが気に入ったみたいね。できていない人のために装備の見た目を変更できるマシンを開発したんだ。その名もたわしのニトリ特製装備外装転換装置、略してニトクラフト。ここに設置してあるからよかったら使ってね。Thank you.
さあ、行くわよ。はい、お供させていただきます。なんだかとっても賑やかな場所ですね。どことなく雰囲気が月の都に似ているような気がします。そうかしら。月の都と一緒で空が真っ暗なせいかもしれませんね。まあ言われてみれば確かに。でも地底にこれだけの街を作れるなんて、地上の文明レベルは高いんだか低いんだかよくわかりません。ここではそんなこと誰も気にしてないし、気にするだけ無駄よ。そうですね、そうかもしれません。それじゃあ立ち話はこれくらいにして、いろいろと見て回りましょうか。私は戦闘のプロです。背中は任せてください。酒臭いし、なんかすごくごちゃごちゃしてる。そりゃ酒場だからな。なんだい、野ウサギがキュートに迷い込んできたのかね。こいつは月のウサギだな。前に霊夢の話に出てきた気がする。お月様に住むウサギにはキュートの酒場は刺激が強すぎたかな。舐めないでください。こう見えても私は結構お酒には強いんですよ。月にはロケットの燃料に使えるぐらい強いお酒だってありますからね。地上のお酒なんか目じゃありません。はあ、弱っちい見た目なのに私に向かって短歌を切るなんてね。気に入ったよ、一緒に飲もうじゃないか。酒好きに人間も妖怪も月も地上も関係ないのさ。今宵はこの玉兎と満月に乾杯だ。あの、気持ちは嬉しいんですが、地底からだと月は見えませんよね。私は戦闘のプロです。背中は真っ…you
私は戦闘のプロです。背中は任せてください。うわー、大きくて綺麗。ん？あれは…ほう、君はこれが気になるようだね。うん、すごく気になるの。よくわからないけど、見ているととっても不思議な気持ちになるの。君は何も知らないんだね。いいだろう。僕は君のように無知で純粋な子は嫌いじゃない。さあ、体を楽にしてそこに座りたまえ。そして僕の方をよく見るんだ。うん。準備はいいかい？どうしたの？なんだか苦しそうだよ。何？君にこの玉の説明ができると思ったら少々興奮してしまってね。レフ、無双封印。僕の大事な玉が、もう一つの金の玉が。凛之介さん、大丈夫？今ここを流れ無双封印が通過したみたいだけど。流れ無双封印ってひどいじゃないか、霊夢。いや、悪いのは私じゃなくて流れ無双封印だから。あれは自然災害みたいなものだし、どうしようもないわね。ま、日頃の行いが悪かったんじゃないの？うんにょ、綺麗な金の玉が割れちゃった。あれは危険なものよ。割れた方が良かったの。安心したまえ。これはただのレプリカだよ。危険はないさ。あ、でも純金で作ったレプリカだから高かったんだよな。それにしても危ないところだったわ。変なことされなかった？あ、よく見たらミラクルじゃない方のミコだ。ミラクルじゃない方って何よ。私には白霊霊夢っていう立派な名前があるんだからね。そういえばそんな名前だったかも。この前は私のことを助けてくれてありがとう。悟り様もおりんもすっごく喜んでたよ。どういたしまして。素直にお礼を言われるとなんか照れるわね。で、あんたはこんないかがわしいお店で一体何をしていたのよ。いかがわしいお店だなんてひどいよ、レイム。悟り様への誕生日プレゼントを探してたんだ。悟り様は気持ちだけで十分だって言ってくれたけど、やっぱり私はちゃんとしたプレゼントを渡したいから。ふん、それで何かいいものは見つかったの？それが全然。さっきの玉以外はみんなガラクタばっかり。これじゃ悟り様は喜んでくれないよ。ずいぶんとはっきり言ってくれるじゃないか。やっぱり無知で純粋な子は素敵だね。いっそのこと
自分で作ってみるっていうのは？それも考えたんだけど、特に何も思いつかないんだよね。私は焼いたり壊したりするのは得意なんだけど、作るのは苦手なんだよ。そういうことなら、僕にいい考えがある。やっぱり女性にプレゼントするなら、アクセサリーに限るだろう。実はね、この地底には伝説のレアメタル、ドグマタイトが眠っていると言われているんだ。へえ、長い間地底に住んでいたけど、そんな噂初めて聞いたよ。うさんくさい話ね。キュートにある鍛冶屋ではアクセサリーの製作も行っているらしいから、そのドグマタイトを持ち込んでオリジナルのアクセサリーを作ってもらってはどうかな。他では売っていないという特別感があるし、何よりドグマタイトを使ったアクセサリーなんて2つとないからね。君のご主人は地霊殿の主だ。社交の場に出ることも多いだろう。その時そのアクセサリーを身につけていたら注目の的になること間違いなしだろうね。いいね、それそれなら絶対に喜んでくれるよ。いや、アクセサリーを作ってプレゼントするっていうのはいいアイデアだと思うけど、その材料が伝説のレアメタルって時点でちょっと無理がない？まさかとは思うけど、凛之助さんが無償で譲ってくれるなんてことはそんなわけがないだろう。ですよね。僕もドグマタイトには興味があってね、もし入手することができたら情報提供料として少し分けてもらえないかな。でも地底にあるってだけじゃわからないよ。その点に関しては心配ない。この降臨洞には秘密の洞窟があってね、ドグマタイトはその洞窟の先にあるそうだ。なんでそんなことがわかるのよ。実は、ダウジングロッドはこの洞窟を示している。君が探しているものはこの先にあるはずだよ。さあ、約束だ。宝刀を返してくれ。まだ誰にも売ってはいないのだろう。ん？何をニヤニヤしているんだ。ちょっと君、失礼だぞ。やめろ、手を触るな。ってな感じで、親切な妖怪にこの場所を教えてもらったってわけさ。でもまさかキュートのど真ん中にあるとは思わなかったよ。まあもともとキュートに支店を作る予定はあったからね。商売をしながら調査もできるって意味ではまさに一石二鳥だったかな。まったく呆れるわね。とはいえ洞窟の中は危険がいっぱいでね、残念ながら僕には荷が重すぎたよ。ここから先は二人で協力してドグマタイトを手に入れてきてくれたまえ。ちょっと、私は関係ないでしょ。行くとも言ってないし、行く義理も。一緒に来てくれないの？え、だって。分かってる。一度助けてもらってるし、これ以上は迷惑かけられないよね。さようなら、ミコさん。打つ方は一人で頑張っていきます。ああ、泣かせちゃったよ。
いけないんだ、レイム。泣かせてないわよ。っていうか、なんで私が悪者にされてるのよ。でも、分かったわよ。私も協力するわよ。すればいいんでしょ。だから、なんちゃらタイプが手に入ったら私にも少し譲りなさいよね。やったー、ありがとう。一緒に頑張ろうね。うん、それでこそ霊夢だ。どうしてこうなるのよ。私は戦闘のプロです。背中は任せてください。また来てくれたまえ。プレス生産した方がはるかに効率的だと思うんですけど。あ、いや大丈夫です。わかりますよ。一つ一つ手作りすると真心という未知のエネルギーが発生するんですよね。それによってコクやまろやかさが出て作品の質がアップする。そういうことですよね。すごく前時代的ですが、地上の民にはお似合いだと思います。あなた、ものすごく感じが悪いですね。え？いや、効率の話をしているだけで仕事を否定しているつもりはないのですが。頼もう、天使はいるか。いらっしゃいませ。ご用件は何ですか？刀が少々刃こぼれしてしまったので修理をお願いしたいのですが。これは大変な名刀ですね。一週間ほどお時間をいただきますが、よろしいですか？ええ、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ああ、レイセンですか。鍛錬を兼ねてレイムに同行することを許可しましたが、その後どうですか？はい、いろいろと勉強させていただいております。そうですか。今後も鍛錬に励むのですよ。はい。それともう一つ、見たところここの主人はかなりの腕前のようです。地上の民だからといって見下したりせず、相応の敬意を払って接するのですよ。はい、もちろんです。この鍛冶屋の作品はそこらの量産品とはわけが違います。本当に優れた作品には職人の魂が宿るものなんですね。さっきまでは散々馬鹿にしていたくせに。
私は戦闘のプロです。背中は。ですね。噂の？はい、満月を見たら狼に変身するなんて変わってるって有名ですよ。そんな噂一体どこで？それはもちろん月でですよ。私はあそこに住んでいる玉兎ですからね。天より高いあの場所で知らない間に噂されていたなんて。はあ、ショックです。それにしてもなんで変身するんでしょうね。月には地球を見て変身する人なんていませんよ。さあ、理由なんて考えたこともありませんし。病は気からと言いますし、伝統を鵜呑みにした強い思い込みのせいかもしれませんよ。病でもありませんし、思い込みでもありません。いらっしゃい。ようこそ降臨堂へ。
全てを溶かし尽くしてあげる。